プリケツ、これ、プリケツ。ちょちょちょ、あ、ほら、ほら、これ、相手冷静さ変えた今。どうも、スマブラで一番いいお尻を持つ女、ベオネッタです。はい、今日は、このベオネッタを使ってね、遊んでいきたいと思います。まあ、ベオネッタといえば、なんか、定番のね、お気軽、お手軽コンボがあるんだけど、こうやって、B 横から始まって、B 横、B 横、はい、後ろ蹴りみたいなね。当たってないけど、なんかそういうねお手軽コンボやっぱいっぱい使って頑張って、あとカウンターとかね、これカウンターとか結構強いからこういうの使って立ち回っていけたらいいかなというふうに思います。上強からこうやって入るのかな、あ入んない、あ全然入んないね、うん、まあ、ちょっと弱体化されちゃったらしいけど頑張って使っていこうと思うで、あはい、本日1戦目のお相手はルフレですね。はい、かわいい美女対決、美女対決だったら、まあ、負けませんよと。ちょ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 、で皆さんね、ベオネッタっていうゲーム知らない人たくさんいると思うんだけど、やったことあります？ベオネッタこれね、なんか何だったかな、ね、僕が、おいいね来た、僕がね今22なんだけど、中学生ぐらいの時かな、13歳ぐらいの時かな、なんか中1でやったかな、ベヨネッタは。おじちゃんちで。オッケー、だから多分9年ぐらい前のゲーム。多分。2009年とか2010年ぐらいに発売。あー割れたー、待ってー、死ぬかな、死ぬかなこれ。死なないよね。あ、分かった。2010年とか 9年とかのゲームで、プレステ3で出たんですよね、一回。で、めちゃめちゃ面白かった、当時はね。なんかリッチタイムとか言ってね、時間止めたりしてきて、でなんかアクションもねすごい派手だしね、デビルメイクライみたいな感じだなーって思いながらやってましたね。まあ僕はその当時はね、まあ中学1年生だったから、多分ね17歳以上対象ぐらいのなんかそんな感じのニュアンスのゲームだった気がして、僕なんかあんまりね買ってもらえなかったから、おじちゃん家でプレステ3持ってなかったからやってましたね。で、ベヨネッタっていうのはね、やっぱ悪魔なんですよ。悪魔で、ベヨネッタの世界では天使が敵なんですよ。天使が敵 で、その天使を悪魔がボッコボコにするっていう。つまり、ルフレは天使。そういうことです。はい、続いての相手は、なんだよそれ、椅子と3分でこれ、なんだこのステージは、こんなステージやりたいのかお前は、これいいだろ、ほら場外出ろお前、あ待って、知らない、ああよかったちょっとやばい、お前はこのステージを知り尽くしてるかもしれないが僕は知らんぞ、いいだろ、先行って先行ってまーす、置いてください、そんなうまくいかないよね。ああ、ちょっと待って、OKOKOK、問題ない。はい、たまにね、たまに裏切りの攻撃。え、ちょっと待って、死ぬこれ。あ、よかった。死んでたまるか、こんなところで。OKOKOK、あー、終点っぽいステージだった。あ、待って、OKOKOK。冷静に立ち上がって、ちょっと、怖すぎるよ。お相手は、ミュウツーですね。あ、ミュウツーはいいんじゃない？紫の波動の使い手。なんか同じ、同じ匂いがするベヨネッタと。ちょっと、ガードの隙が。おい。OK？ ベヨネッタって、なんか、動きが遅くなったなと思うな。この、はい。このお手軽コンボいきましょう。ドン。これはね、健在ですね。本作も。うるせえ！ここ！あー、今の下側だったな。よいしょ。おっと、うまい？おっさん。おっさんがこんな、昼間の、今何時だ？今3時半か。ゲームしてんじゃねえ！はい。僕もはもうおっさんなんですよ。僕もおっさんなんですよ。今日は休みかな？今日は休みですか。ベオネッタはね、1と2どっちもやったんだけどね、2は Wii U 出てたんですよ。
Wii U で出たんですよ。なんか、いてーで、Wii U のベヨネッタは、今のこの姿ですね、これ。髪がね、ショートになって、すごい。うますぎる。初登場した時はね、すごい良かったね。わベヨネッタでもやったことない人の方がはるかに多いよな、絶対。面白いんだけどね、今度やろうかな。忘れちゃったしな、僕、中学生ぐらいの時に1はやったし、2は3、4年ぐらい前に確か出てて、結構面白かったね。クリアしたっけな、多分しただろうな。あ、でも2してないかもな。高校3年生ぐらいの時に出てたような気がする。まずい。いや、これウィッチタイム決めたら勝ちだな。 OK センキュー。はい、続いてのお相手はシュルクですね。名前エグいな。名前大丈夫か。で、まあ、今回シュルク男性キャラなんですって、ちょっとしっかりとベヨネッタのお色気部分をその試合の要所要所に挟んでいければ、まあ、勝てるかなっていう、そういう、まあ、結論に僕は至ってます。もう素早いね。お色気どうやって見せるかっていうのが聞くとなんだけど、これね、これ女性キャラにも刺さるんですよ。ある種の相手の冷静さを欠くためのプレイ、そういうのを見せていきたいと。でその方法なんだけど、ちょっと敵と離れないとできない。ちょっと敵と離れてないとできない。やばい。よし、怖っ。このクーマイブンブン丸マジ怖いよな。第9号プリケツ、これプリケツよしよし。あ、ほらほら、これ相手冷静さ変えたい。今こういうことなんですよ。つまりプリケツプリケツめっちゃいいじゃん、めっちゃ強い。これ無意味な行動かに思えるけど、しっかりプリケツを取ることによってこの相手の空母をしゃがみで受けるっていう。プリケツ、ほらこれが強いんですわ。ガード削られないから、この空母野郎。 OK、 ステータス出して。やってない。ちょっと待って、まあいいだろ。逆に技が出なかった。ここから負けるのだけは避けたい。よいしょ、上、これが飛ばなくなったんだよな今。あれだったら家だったら死んでたよ。OK、 よいしょ、すごい、どうだ。はい、ナイス、さすが。プリケツ、あ、できなかった。はい、本日最後のお相手はタクマさん。はい、サンストロップンリドリーですね。はい、よろしくお願いします。はい、ついにね、ちょっとコスチューム変更してベヨネット1の頃のね、ベヨネットにしました。まあ、このベヨネットの特徴としては背中がね、すごく大きく開いて、ちょっと今見せたいんだけど背中を。うわぁ、開いてないか、ちょっと待って、開いてまりなんだ。ちょっと背中をね、見せたいんだが、ちょっと背中を見せれない、残念だったね。みんな背中、セクシーな背中を見たかったのに。お前ほんと無慈悲だな、お前ほんと。空母が出ねえ、なんか変なの持ってるから。おい、あー待て、やめろそれ、熱い、危ない。あー、ちょっと待って、いやらしいぞお前。これ強い、ほら本体投げ。いや、あ、よかった、安い横強だった。あ、それ強い。これアイテム取るな、お前が俺がやってる間にな。ここオッケー、これなんだその方が。あ、ずっとビッチタイム的な。え、ちょっと待って、遠いここオッケーえ、なんだ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 。あ、ビールと一緒か。あー、こんなんあったな。ちょっとかっこいい。そう、あの魔人みたいなのをの悪魔の鉄心みたいな感じで出せる、召喚できるんです、召喚。これがベヨネッタの強いところ。
あれあれ2で出したの、なんか忘れちゃった、ドンドン、それなんかリドリーとレオネッタはいいですね、お互い紫の稼働でミュウツーと一緒な感じ、ミュウツーとかあとなんか なんだこのヴァンパイア、オッケー、みんな何それ、何それ、こいつ誰、何のキャラだ、やべ、めっちゃいる、めっちゃいる、タクマの、タクマの味方がたくさんいる、休憩しよう、休憩、はい、消えてくれ、なんだあの寿司屋みたいな、寿司屋は、なんだ寿司屋みたいな、寿司屋は、はい、消えてくれ、寿司屋、蕎麦屋みたいな、なんか分かんない、10年早いんだよ、死んだか、おーし、最後、味気ねえな、終わり方が。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。